渡辺雅也、前回静岡は召喚初戦に決勝入りと、今シリーズも注目を集めております。人気同軸渡辺雅也が一旦叩いて出ました。4番の篠田宗勝がマークに入りまして、南関東勢2番宝は一旦切るか、このままどうでしょうか、構えるのか行くのか。突っ張っていく3番の渡辺雅也、宝を出させません。しかしながら篠田が追えません。そして7番鈴木がここから一気に叩いて出ました。7番の鈴木光大から1番高橋、それから5番の小室、この3人ができろうというところであります。さあ3番の渡辺雅也、まだ足は残っているがちょっと苦しくなった。2番の高原が中段4番手、渡辺雅也は交代です。先頭は7番の鈴木光大から1番の高橋翔平がしゃがんを切っている。あとは3番手5番の小室貴弘、番手から1番の高橋が懸命に追いすがってゴールの前に並んだ。鈴木義隆です。鈴木が昨年当地で節目の300勝を挙げておりました。あとは5番の斉藤武人でどう攻めていきましょう。昨日は金から出たんですけれども、鈴木光大に叩かれてしまいました。しかし食い下がる執念の走りは見せました。今日は積極的に行きそうな感じ。5番の斉藤武人、さあピッチを上げている2番の稲葉から6番の小林悟、完全に3人ができりました。あとはまずこの距離を詰めていかなければいけません。1番の松沢圭介が離れた4番手から懸命に追っていきます。先頭は5番の斉藤武人が風を切って、2番の稲葉和馬が続き、6番の小林悟、徐々に差が詰まって、さあここからさらに追い込んでいきます。ちょっと1番松沢落車、先頭は5番の斉藤武人、あとは波を作って2番稲葉、中を割るような格好でベテランの小林、さらに後方から3番の鈴木が完全に突き抜けます。攻め、昨日は金線香を打っておりましたが、格上姿にまくられてしまいました。ここも積極的に攻めていきそうです。さあ早くも浅見俊が車を外に持ち出していって、早めに叩いていきました。さあラインが4人ということで、早めに打って出て4人ごっそりできりました。1番の金子修一郎が番手、あとは滝野から中川と続いて、それから5番の赤塚が5番手の位置。さあ赤塚の後はまくるタイミングということになります。さあちょっと後方が気になりますが、ここから逃げ込み体勢に入りました。3番の浅見俊が風を切ります。1番の金子から4番滝野、6番中川と、バック5番手から5番赤塚が力を見せていきます。さあ若手をねじ伏せるまくりになりました。しかし大島が離れてしまって、切り替え1番の金子修一郎です。先頭は5番赤塚、まくり決まって解消。あとは1番4番、見せてくれますか。7番の坂本から3番の佐藤悠希、ここで4番の星野達也、星野がこの辺り積極的な攻めを見せるか。2番の高潮ジョージが昨日に続いて星野目標から、あとは6番の永井隆一がライン3番手、前後9人が入れ替わって吉松にはまだ動きはありません。吉松もこの辺りは一撃狙っていそうな気配です。このままスローペースで流れていきそうな感じ。4番の星野が流しています。そして1番河津の出方を伺っている。さあ吉松あたりは一気に叩いてかましそうな感じです。山下ろし気味に勝負に出ます。5番の吉松のかまし先行、これに乗っていこうという4番の星野は第2先行のような格好になりました。さあこのかましどこまで粘り込めるか。さあぐんぐん飛ばしていく5番の吉松健二、あとは4番の星野がその差を詰めようというところ。まくっていくのは1番の河津幸、さあこの辺り力見せられるか。1番河津がまくって、今3番手から2番手伺っていきますが、この辺りで力尽きたが、先頭は5番の吉松、そして迫る4番の星野、星野が迫ってゴール前かわした。佐藤から中村と北の2人が動いて、一旦南関東勢を抑えて切るような形をとって、小峰を逃がしてのまくりか。佐藤どうでしょう、小峰が行かなければそのまま行きそうな感じですが、小峰は前に出ました。先頭の位置からどうやら行きそうな感じ。そして2番の佐藤智也は射程圏内3番手、
それから花田が5番手という位置になりました。打ちすくって、ああこのまま先行勝負を打ち出していきそうです。2番佐藤智也が腹を決めました。先行策に入ります。あとは巻き返していって4番の原田正史、これを7番の中村がブロックしていく。あえてもう一振り。さあ4番原田、このあたりどうでしょうか。まだ粘っていますが、2番の佐藤智也から7番の中村、なんとか北2人で決めたいところでありますが、荻野が切り替えて追撃態勢。あとは1番三隅も追い込んではあります。先頭は2番の佐藤智也、番手からは7番の中村、北のワンツー。積極策を見せるのかどうか。さあ昨日は小林マークだったんですが、中村に打ちを救われるような展開になりました。市川ラインの前で自分でというコメント。先行勝負なのかどうか。1番の藤田が続いて、あとは2番の鈴木は早めに反撃に出ようというところですが、ちょっと牽制を受けるような格好で一旦様子を見ました。5番の市川が初日に続いての先行勝負、しかし打ち空いたところを攻めて、3番山崎が逃げる形、叩いて2番の鈴木リック。さあ鈴木、山崎、この2人ですが、2番の鈴木リックが叩き切ったんですが、3番山崎番手の位置少し置かれています。7番の野木が続いて、それから6番の梅原大地となっている。さあ2番の鈴木リック、このまま完封できるかどうか。かなり距離があります。ちょっと山崎苦しい状況になってしまった。圧勝体制、2番鈴木リック1着でゴール。あとは4番7番。一気に注目が集まります。あとは藤田、それから7番の小菅がラインの先頭でどう戦っていくか。まだ仕掛けはありません。2番の鈴木はこのまま今日は先行策打ち出していくか。連日まくりに回っているだけに、ここは自身の力試していきそうな、そんな展開になりそうです。徐々にピッチは上がっていっている。まだ小菅にも藤田にも動きはありません。さあこの辺りは小菅も藤田も鈴木を逃がしてという、そこからの戦いになりそうです。腹を決めました。2番の鈴木健太郎が逃走態勢に入りました。それから5番の阿久津から6番の原田大志、あとは4番の藤田大輔が中段4番手、まだ動けません。7番の小菅も6番手のまま。さあこの辺りから藤田が外に持ち出していきますが、先頭は2番の鈴木健太郎です。番手絶好からは5番の阿久津が外に振っていく。中割って1番の立川突っ込んだ。で2着と連帯を果たしております。さあ6番の阿部を連れて東北の2社、坂本が攻めていきます。4番の小林大成、ここは小林が先行勝負か。どうでしょうか。3番の大石健氏は内に包まれて、小林はさあこの辺り牽制を入れながら先頭に躍り出ました。小林が先行策に入りそうです。2番の坂本周希が3番手、それから3番大石健氏。さあしかしながら早めに巻き返しに打って出る。3番大石健氏が叩いて、2番坂本周希をねじ伏せて、さあ7番の近藤保つから5番の武井大輔、この3人が完全に出切りました。南関東の上位独占体制です。2番の坂本周希はこの辺りは置かれてしまって、もうこのまま別線完封で、あとは3人の戦いになりそう。3番の大石か、7番の近藤か、3番手から5番の武井か。3番の大石が粘りに粘ってゴール前に並びました。全ての戦い。さあ一旦牽制入れられまして、沢井、さあ3番の河合が体勢立て直し、もう一度6番手から。先頭には4番の桜井正隆、あとは2番の飯田健二はどう攻めていくか。3番の河合優也が、ああこのまま河合が行くのか。桜井がその動きを察知して、まずは射程圏欲しいところ。2番飯田も前に前に踏んでいきますが、ここは4番の桜井正隆、いい位置締めました。逃がして3番手を確保、それから2番の飯田健二が高校6番手に置かれました。勝負は残り1周回を切って、逃げていくのは3番の河合優也です。あとは4番桜井がまだ動かないか、3番手、それから2番の飯田健二は6番手。最終3コーナーから4コーナーへのカーブ。さあこの辺りから行くか。4番の桜井動けないか。先頭は3番の河合優也、絶好番手が5番の柴田、3番手から4番の桜井突っ込んで、中割るような格好で1番渡辺幸典。
動きを見せます。追い出しをかけるような格好で、さあ6番小畑、ここは胸を借りる対戦、風を切っていかなければ。1番の山下が行って、4番の中川と関東の3人お手並み拝見といったところか、2番の根田、4番手の位置であります。金を迎えます。6番の小畑が先行体制に入りました。徐々に徐々にここからペースを上げていく。根田は落ち着いて仕留めようといったところか。さあ波を作りながら6番の小畑がかけていきます。さあ逃げ込み体制に入りました。小畑番手には1番の山下渉が付けて、3番手からは4番の中川です。さあここから立ち上がりから根田がまくってまいりました。7番の大塚、武田、それから近藤はちょっと遅れてしまった。さあ7番の大塚から5番の武田、この3人は完全に出切りました。これが圧巻の走り。2番の根田隆、がうっぷんばらしの1着ゴール。あとは7番の大塚から5番の武田。今日もその再現狙います。さあ2番の武田涼が早くも動きを見せました。初日は突っ張られた1番の姿、ここは落ち着いてまくりに構えていくか。あと望月は中段から、あ姿は行きそうな感じ、血が騒ぐんでしょうか。2番の武田涼を叩きに行った1番の姿、特選と同じような格好になりましたが、眼光状態になっている。しかしここであまり足は使いたくない。姿はここは苦しくなってしまった。迎え入れられるか。しかしながらここは失速です。先頭は2番の武田涼になった。それから7番の近藤元親から4番の松永、関東の3人です。あとは5番の山本圭介が行って、6番の佐藤慎太郎、望月はどうでしょうか。現在のところは6番手、これは苦しい。先頭は2番の武田涼。さあこのまま踏み切ることができるか。番手絶好からは7番の近藤元親が中割って6番車、佐藤慎太郎突っ込みました。手を与えます。肩を並べるような格好ですが、一旦ここは下ろしていって、1番松井はすんなり下げました。6番手の位置、まずは中段取った2番の高橋慎也、前で構えたのが6番の天貝和樹です。高い能力は折り紙付き。3番の神山拓也がマークして、2番の高橋慎也まだ動きはありません。さあこの辺りから1番の松井小雄が、さあ仕掛けていくか。しきりに伺っている2番の高橋慎也、さあここから行く、同時に発進です。さあ2番の高橋、それから1番の松井小雄、この2人の力比べ。天貝が突っ張っていこうといったところでありますが、おっと松井は苦しい状況になってしまった。現在5番手という位置であります。これは苦しい。先頭は2番の高橋慎也、番手絶好からは7番の大月博則、北日本を代表する追い込み選手、7番の大月、3番手からは6番の天貝という体勢、ゴール前は7番の大月。